よしみんな、ついにこの日が来たぞ。元バンライフプロジェクト、今日が出発の日だ。準備はいいか？アイアイキャプテン。よし、今回私たちのこの計画、今年の夏も最高の夏休みを作りたいと思う。いいか？いい。では今回の旅、今までとちょっと違います。なんとキャンピングカーをレンタルしました。なのでまずはそのキャンピングカーをピックアップしてね、向かいたいと思います。出発だ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 。2021年夏休み、過去例を見ない非常に暑い夏、いろんな意味でオリンピック、それからなんちゃらなんちゃかんちゃか宣言、名前も覚えてないけども、でいろんな制限がある中での夏休みだから、私たち父親が何をしてあげられるかというと、そんな中でも子供たちのための夏休みを作る、言うなればそんなことぐらいしかしてあげられることなんてないんです。だからまあいろんな状況下ではありますが、私たちは私たちのルールと判断のもとでこの夏休みも絶対に諦めないと決めて、この能登バンライフ、ロングバケーションプロジェクト決行いたします。まあ、ただちゃんと感染対策防止っていうのをね、しっかりとしていって、迷惑をかけることなく最大限にこの夏休みを楽しみたいと思います。台風が近づく中のスタートです。行きましょう。 Here we go。 Oh yes, oh yes, ロビゴンだ。やったやったー。さあモビゴン、ついに出会いました。今回私たちの旅の相棒になりますモビゴンです。正面行ってみましょう。ディーゼルなのね、この子は。ディーゼルです。四駆ディーゼル。石川なんぼ。そうですね、石川に戻るんですよ、これ。なんなら地元に帰る。そうです。なるほど。今回は僕がね、モビゴンを運転して、そして妻がエースケを運転していくという二大体制の旅になっております。そして私たちの、寝床になるメインカーになるんでね、3週間、モビゴンをお借りしますので、最高の旅をやっていきたいと思います。はい、なんと間に合わせました、はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、はい、使い方を教えてもらっていいですか。リアからエントリー。はい。はい、開けます。で、これエアコンです。これエアコン。はい。エアコンはこれが、こう、ナックーラーで、はい、オレンジのとこを長押しすると、はい、もうこれで。スイッチオン。スイッチオンです。で、これでもうエアコンが、エンジン切っても、うん、サブバッテリー稼働で。サブバッテリーでどのぐらい使える？基本、外部充電しながらの方がいいんですけど、うん、しなくても、まあ、1日半くらい。え、そんなに使えるの？すごい暑い人買ったら一晩で。ですってよ、葵さん。クーラーついてるぜ、この車の中で。快適。ここに一応水道もついてて、ここを押していただいて、あると一応水道ついてる。何ちゃんと。こう洗い物とか、こう外で出したりとか、こう収納できたりとか。便利。ちっちゃい子がいます。はい。排水タンクも中にあるんですか？そうです。このタンクが2個あるって、うん、上が排水で、下が給水なので、これ入れ替えていただければ。なるほどね。いつでも使える。なるほど、なるほど。わっと、歯磨きができるってことね、車内で。歯磨きできちゃいます。はい。さて、車内に来ました。はい。この辺りもエンジン切ったまま、おぉ、フットランプ。はいはいはい。あ、100V も取れるようになってる。で、こうね、テーブルも、お、さすが、モバイルワーク仕様。そうです。モビリティオフィスワゴン。なるほど。150号なの。なるほど。まあ、好きな景色見ながら仕事できる。立っていただくと、これでもう全然、2メートルくらいあるの。俺が立てる。お、そうですね。はい。うん、寝るときは、はい、ここを伸縮します。おっと。これを、展開。ここまで。はい。で、ここにマット1枚あるんですけど、はい、これを1枚挟んでもらうと、だいたいここから奥で、2メーター弱あります。はい、ここでだいたい大人2人は広々寝れます。これも換気。吸気換気。はい、できる。切り替えできる。はぁ、至れり尽くせりですな。この電気類も、はい、エンジン切った状態でもつけてて大丈夫。使えます、はい。すごい。俺ですら、こう立てるぐらいのね。うん、余裕の高さ。うん。だから空間的にはもう十分な。はい、葵さん、ここが私たちのベッドルーム、キャンピングカーです。楽しみですね。
今回の我が家の相棒、めちゃめちゃ広い空間が旅のお供にしてくれました。初めてうちらハイエースじゃない旅をするので、はい、ドキドキ、はい、楽しみ、はい、高さ 2.8 これね、気をつけないごっつなってやっちゃったらね、えらいこっちゃったんでね、ちょっとこれから台風とか来るかもしれない。そうなんですよ、風に弱いですよこの子で、横風に弱いので、はい、そしたらちょっとゆっくり走っていく。では今回の旅モビゴン連れて能登バンライフ、はい、行ってきますコウキ君、はい、楽しんでください。では出発だ、気をつけて。さあ早速モビゴンでスタートしました。安全運転で向かいたいと思います。俺の相棒は青ちゃんマンです。青行くぞ。葵さんこんばんは。どうちゃん。スタートしまして今東名高速に乗りました。このままですね厚木から圏央道に乗って中央道にねトランスファーしたいと思います。安全運転。モビゴンの最高時速は80キロ。遅い。あれからですね中央道を北上して約2時間半、諏訪湖サービスエリア、今夜はここを寝床にしたいと思います。あともう少しドライブ頑張りましょう。到着しました。諏訪湖サービスエリア、ここで仮眠を取りたいと思います。お疲れちゃん、俺アンド母ちゃん。諏訪湖サービスエリアに到着しました。一体何台のキャンピングカーが止まってるのでしょうか。すごいいっぱいいます。なかなか夜景も綺麗な諏訪湖サービスエリア。今日はもう寝ます。さてお疲れ様でした。母ちゃん運転どうでしたか。最初はちょっと怖かったけど大丈夫です。行けますか。頑張ってください。葵さんもうねバンクベッドで寝ちゃいました。今日はこの辺で。グナイ。じゃー起きろー、朝だー。今朝はこのエアコンとサキュレーターのおかげで非常に快適に寝ることができました。もうやめられないかもしれない。さて諏訪湖サービスエリアの朝です。桂由美ラブサンクチュアリ、てってれー。いい景色だね。起きたのかみんな。おっとおっと、メイク前の母ちゃんやばいひどい。失礼しました。朝ごはん行きましょうか。葵さんおはようございます。ゆうべはよく寝れましたか。モビゴン初めてのキャンピングカー、やっぱいいねキャンピングカーね。小鳥さんおはようございます。モーニング、この旅最初の車中泊ですけどもいかがでしたか。3人さん快適でしたか。いいですねこれね。じゃあ朝ごはん食べに行きましょうか。朝ごはん小鳥、諏訪湖、青い、どちら様ですか。さあ8月8日日曜日、本日もスタートしますよ。今日はですね一気に日本海側へ向かいたいと思います。いいかお前たち。じゃあそういうわけで妻しっかりついてこいよ。どんくさい運転してからな。安全運転で行きましょう。さあ今日もエースケとモビゴンの2大体制で向かいたいと思います。出発だー。センキュースワコ、行くぞ。おはよう。あ、挨拶ができないやろ。あれ、あ、母ちゃんに向けてた。おはようございます。おはようございます。以上ですよ。ゆっくりのんびりなのでみんな追い抜いていきます。前は父ちゃんと青がいて、じゃあね。さて、それではモビゴンのドライブインスペクションをしていきたいと思います。まずは高速道路編です。だいたい昨晩から3時間ぐらいですかね、運転してみた感想です。まずねエンジンは、今現状ほぼ空にです。ほとんど荷物は積んでない状態で、葵と息子と2人ぐらいなので車自体は今ねそんなに重くないっていうのもあって、非常にドライブフィーリングはいいです。エンジンのパワーも
十分あります。ディーゼルなんでね、あのトルクがあるので上り坂とかそんなにねしんどくなくストレスなく運転できる車だなと思います。ただしこの車一応速度制限は80キロとされています。実際ね、まあこうやって高速道路走ってみて90キロぐらい出してみたんだけど、やはりね90キロぐらいから非常にハンドルがふらつく感じがするので、この車あのタッパが高くてね、やっぱり重心が非常に高いので風とかの煽りも受けやすいです。なので本当ね80キロぐらいで走っていうことをお勧めします。女性とかにもね運転しやすい車じゃないかなと思います。快適に運転できるいいキャンピングカーですね。これおすすめ。アルプスの山々に囲まれて非常にいい景色です。青見て景色。俺たち最近海しか行ってないから、たまにはこういう山の景色もいいね。イエーイイエーイ。葵さん、前回能登に行った時は白川郷っていうところを通って行ったの覚えてる？三角のさ、おにぎりみたいな形の家がいっぱい並んでいたところ覚えてない？覚えてないかーい。今回は糸魚川っていう海の町の方に向かってます。なんでそんなつまんなそうな態度取るんですか？暇だと？楽しくするのは自分自身じゃい。あ、湖です。綺麗です。電車です。家です。とんちゃんです。46歳。47歳です。7歳。はい、増えてますね。湖です。綺麗です。これで朝の会を終わります。誰ですか？あの男アウジョー。どっちですか？そうですか？どこ？さてさて、モビゴンドライブインスペクション山道編ですね。やっぱりね、足回りがちょっとゴツゴツ感が否めない。そしてブレーキがね、いまいち効きが甘いので、下り坂、長い下り坂とか、まあ、あの急ブレーキねしないように注意したいと思います。そしてまあ上りですけども、上りはやはりもうディーゼル特有のねトルクフルなもうエンジンなので、まあそんなにストレスなく、かといってグイグイ登っていくかっていうとそうでもないので、まあまあ中の中ってとこですかね。悪くないと思います。やっぱり頭が重たいのでどうしてもねアンダーステアっぽい感じになる気がします。なのでカーブの時は十分速度を落として曲がることを心がけていきたいなと思います。キャンピングカー運転するのなんせ初めてなんでね、いろいろと意識しながら運転していかないと普通の乗用車っぽい感じで運転できちゃうので、チェックダウン。じゃーん、白馬小谷を抜けて糸魚川にやってきました。もう向こうに見えるのは日本海です。海です。海です。日本海来たぞ。国道8号。さあ日本海側にやってまいりました。正面に見えるのは北陸新幹線の高架橋です。つまりこれは富山に向かっている。私たちも富山方面に向かうのだ。 Here we go。日本海めっちゃ綺麗。海がすごい。日本海側ギリギリのところ電車が走ってる。葵さん特等席ですね。窓の外から海が一望、いいんじゃないですか。おー海だよ。隣日本海。富山あと70キロ。ドアはこれどっかで止まって写真撮りたいね。すごい水色だよ海が。来ました、海です。これからお昼ご飯を食います。イエーイ。
なんと海が一望できる席ゲットランチタイム。てん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 、サーモン丼です。あら贅沢。もうこれ見て、サザエさんまでついてる。そう、黒い油が乗ってる。油かたぶら。うん、適当な返事するな。てん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 、でかい、すごいの来ちゃったよ。葵さん、やばいねこれ。名物カニ天丼いただきます。ご飯にとたどり着けない。親知らずのズワイガニなんだって。身がふわふわ。幸せ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。部屋を海で遊ぼうぜ。Yeah. Let's go. はい、泳いで。クロール。ちゃんとボードに捕まってたよ。波はでかいからね。オッケー、見てめっちゃ海きれい。すごいきれい。あったかいね。さっきさ、マジで溺れそうだったの。うん、海もうね、台風の船りが届いてすごいね、インサイドでバカッポレの引き波になっちゃって危ないので、海水浴中止。遊泳禁止になりました、ただいま。うん、でもよかった、ちょっと入れて。おい、いっぱい入った。ね、俺たちいっぱい入ったもんね。楽しかった。海からわずか1分のところにあります。親知らず交流センター。ここでお風呂入るぜ。なんと良心的な価格。素晴らしい。やったぜ。貸し切りだぜ。よっしゃ、おい。バリバリ海入って風呂入って完璧。ここからは一気に能登穴水戦地へ向かうぞ。Yeah! Here we go! てってれー、富山県入りました。神奈川、山梨、長野、新潟、富山県。今日だけで5軒目です。よーし、北陸道乗ったぜ。こっから一気に穴水までかっ飛ばしていくぜ。さあ、ここからは同席いただく小鳥さんです。どうぞよろしく。てってれー、ようやく目的地の石川県に入ったぜ。能登穴水まであとちょっと。ヒビヒビゴー、来たぞ、穴水だ。やってまいりました。1年ぶり。さあ、イクさんたちとの待ち合わせは、もちろんあそこだ。イキイキスーパー、ドンタクだ。ドンドンドン、ドンドンドン。イクさん、ユイちゃん、穴水。1年ぶり。ユイ、ヘイ、タッチ。イエーイ。変わった。知らんがら。到着しました。メガバックパッカーハウス。長い道のりお疲れちゃーん。イエーイ。1年ぶりに帰ってきました。田舎バックパッカーハウス。イエーイ、到着。さあ、去年この非常に危険だった床、小鳥さん。新しくなってます。あ、沈まないですね。足元安心です。誰が歩いても安心な床になりました。リビングに行きたいと思います。あ、リビングも床が新しくなって見違えるようないい感じになりました。キッチンは相変わらずです。こっちもね、ワークスペースも感じで、あ、奥に、なるほど、宿題とかできるような小さなデスクも用意していただけてます。そして縁側にはなんとマッサージチェアが導入され、そしてこのおばあちゃん家のタンスも健在です。素晴らしい。さあ、もうちょっとくっ
っとびれたのでリラックスタイムに入りたいと思います。ノート遠い。もう今日は疲労困憊なのでここまで。行くない。That father is 10 men permed!